こんにちは、トルーパーズの山中です。今日は、こちらのビクトリノックスのクラシックというモデルを紹介いたします。クラシックというモデルはビクトリノックスの中でも一番小さなモデルで、全長が約 58mm、まあ、6センチ弱ってやつですね。こんな感じで、一応厚みは約 9mm、 そして幅は18mm と。で、全部で7機能なんですけど、ちょっとどんな機能があるかを紹介していきますね。まずはこちらのナイフ、刃渡りですか。刃渡りはだいたい 3.5 センチってとこですかね。でそれぞれこちらロック機能がついてないで、まあ、一応バチンと止まる感じで、特にロックはないのでこうやって閉じます。それで次にこちら、これはマイナス、スモールマイナスドライバー、まあ、メガネドライバーなんて言われてますけども、あとこちらヤスリがついておりますね。こんな感じですかね。そして裏面は特にピカピカで何にもないですね。これで今3機能、これ4機能目、小さなハサミ、こちらスプリング式ですね。ハサミがついております。これで4つ。そして今度ここピンセットが出てきます。これは私の経験からいくと、ガンプラを作る際のステッカーを貼るのにとっても良いですね。ちっちゃいやつで、その後作った後遊んでると自分の手にシールがくっついてるやつこれはそれはそれでいいんですけど、もう一つはこちらに爪楊枝、ツイーザーと言われてるやつですね。爪楊枝がついていて、で最後にそれちょっとずるくないかっていうやつですけど、キーリングという、これが7機能目ですね。はい、ということで、クラシック、まあなんだろう、こちらサイズ的にもよくジャンバーとかバッグなんかのジッパーのタブとしてもちょうどいいよなんて言われてる時代もありましたが、あまりこうなんていうのかな、ここね、目立つように持ち歩いてしまうと良くないので、じゃあ目立たなかったらいいのかっていうと、それはもう100人持ってたとしたら100人全員が捕まるわけではなくて、まあ、職質のおまわりさんね、まあ、そこから先はゴニョゴニョゴニョな話 で、他にもカラーはこちらのブラックモデルと、あとお値段少し変わりますけどカモフラのモデルがあります。これシール貼ってありますけどね。はい、ということで、今回はビクトリノックスのクラシック、こちらを紹介させていただきました。下の説明欄にリンクの方を貼っておきますので、気になる方はお値段のチェック等々よろしくお願いします。他にもいろいろトルーパーズでは商品取り扱ってますので、通販またはご来店でお買い物を楽しんでいただけたらと思います。それでは最後まで見ていただいてありがとうございました。